アントニオンさん、シグマに狂わされちゃったの？君は我々新世代型レプリロイドのプロトタイプですよ。なら君にも分かるチャンスはある。分かりたくないね。シグマって悪いやつだろ。愚かな。だがそれでいいのです。相手だったな。しかしお前たちなら大丈夫だと信じていたぞ。ここのところゼロさんが沈んでいるように見えますけど、何か？ああ、レイヤー。そうだね。ゼロのことが心配？いえ、オペレーターとしてハンターチームの状況は、知っておいた方が良いかと。ゼロは、イレギュラー化ウイルスを作るために、シグマに自分のデータを利用されたことがあるんだ。自分のデータが世界を破滅させかけたことが、今もゼロを悩ませている。そんなゼロさんが？もちろんゼロが悪かったわけじゃないし、今はもう解決した問題だけど、今回の事件の陰にまたシグマがいるなら決着をつけるつもりだよ。ゼロも俺もね。任せておけ。行くぞ。
ギガボルトドクラーゲン、お前を暴走させたのはシグマなのか。言葉を失うほどイレギュラー化しているのか。イレギュラーじゃないよ、俺正しいことをしているの。俺はあの方の作る新しい世界のために一生懸命働いているんだよ。お前はイレギュラーだ、処分する。Thank you.